皆さんこんにちは。新三国武装オリジンズのプロデューサー、ホエイテクモディームスで一番いい男翔です。この映像では本作ならではのタクティカルアクションの魅力をデモプレイにて紹介させていただきます。今回お見せする炎術討伐戦は、炎術という敵を曹操、孫策、劉備、それに呂布まで加わった連合軍で討伐する戦いで、主人公は孫策の配下という状況で臨みます。それでは早速戦闘を始めましょう。さあ行くぜ。俺たちは東から受信を攻める。孫策以外の勢力は敵の城の南から攻め上がっていて、孫策たちは東から攻め込むところです。敵は投石機で攻撃していて厄介ですね。城壁の上にある投石機をどうにかしたいところです。どうしたもんだな。城門の前には敵の大軍団が盾兵を並べて待ち構えているので、攻略は容易ではありません。まずは味方と共に戦いましょう。力の滝。我らは城壁を越え城内への進行を図る。進め。敵中に道を切り開くのだ。なかなか敵を押し込むことができませんね。ここを突破するのは容易ではなさそうです。我らの正面から挑むつもりか。目に物を見せてやろう。こちらは北東の拠点で進軍を阻まれている味方がいるので、この場を一旦離れ、そこの支援に向かいます。味方の武将ケイフが共に戦ってくれていますね。敵将一度おっと、この地は敵の拠点を見事ダッシュしました。これでここにいた味方も城門の前に進軍してくれるでしょう。拠点の壺で体力を回復する肉まんの補充を発見。さて改めて城門前の大軍団に挑みましょう。炎術様に噛みつきおるか。画面の奥に映っている縦長の工場兵器青蘭を城壁までたどり着かせるためにも大軍団を攻略したいところです。さすがに数が多いか。けどここで先方の激励が使えるようになったので使ってみましょう。曹操を手伝う必要。護衛兵たちによる先方を使うことで幅広い戦術攻略を楽しむことができます。全国の玉璽はこの炎香炉の焼酎にある。つまり我こそは天下を滑る帝である。敵の兵士たちは集団で強い危険な攻撃を仕掛けてくることがあります。当たらないように回避するか阻止できる攻撃をして対応しましょう。敵の武将は身を守るための木、外交をまとっています。敵の隙をついたり無礼で攻撃したりすることで削ることができます。武将の動きをよく見て戦います。敵の大軍団が大戦法鉄壁火線を発動しました。敵の大戦法は阻止しないと味方が多大な被害を受け続けます。画面左上に阻止するための条件が示されています。今回は2分以内にこの大戦法を指揮している敵の優勝を撃破せよということなので、頑張って倒しましょう。でも食らえ。こういうのは簡単に。敵将打ち取った。これは必殺技無双乱舞です。武装ゲージが一定量溜まると使えるようになります。城壁に梯子が設置されたので一気に制圧してしまおう。ついに呪心の攻撃を捉えた。ついに敵の優勝を撃破、大戦法を阻止できました。
これでここの戦線は有利に戦いを進められそうです。平城の敵を打ち払え。ということで戦っている間に城壁の北側にはしごがかかったので、城壁の上へ向かいましょう。取り込まれたか。城壁の上にある投石地のせいで味方が被害を受けています。この投石機を兵士に指示して破壊してもらいましょう。これで城門の前の味方はさらに有利に戦えることでしょう。さて、それでは城内に進攻する前に武器を変えてみましょう。武器はバトル中にいつでも変えることができます。それと下に降りる前にここから先鋒、冷や戦車を城内の敵に仕掛けましょう。この戦鋒は高所から行うと威力が増します。戦鋒によっては特定の状況だとこのように威力が増すものもあるので、バトルによってセットする戦法を変えるのも良いでしょう。役目を果たす時ぞ。メカドを狙う無礼者ども、城門を内から開けられないように敵が守りを固めています。頑張って突破しましょう。我らが命に変えてもお守りする。ちょっと苦戦しているようですね。武装ゲージも溜まっていますし、武装乱舞で敵を投げ倒しましょう。敵将軍、無事だ。情けねえ、君は止められなかったぜ。危ない。城門前の敵が減ったので門を内側から開けるチャンスかもしれません。この隙に開門しましょう。この木に戦線を押し上げてしまおう。よし、門が開いたな。このまま城内に乗り込むぞ。こっから進軍だ。これで城外の敵の戦意が大きく下がったので、自軍がとても有利な状況になりました。城外の味方とともに敵を一気に壊滅させたいところですね。よし、敵はもう及び腰だ。崩せるぞ。ここで味方の大戦砲、竜王粉陣の準備が始まりました。味方の大戦砲の場合、成功するには条件を発生する必要があります。画面の左上にある通り、今回は孫策を30秒間守りきれば OK ということですね。孫策の近くにいる敵を積極的に倒していきましょう。敵将、撃ち取った。この敵をねじ伏せろ。刻め、これが天下最強の武だ。味方の大戦砲の条件を達成できました。早速孫策に近づいて大戦砲を発動しましょう。この状況を覆されると、竜王粉陣は周囲の武将たちが一斉に強力な攻撃を繰り出すもので、一気に敵の兵力を削ることができます。大戦砲の威力もあり、東の敵の大軍団を破壊させることに成功しました。それで東の戦線はもう安心なので、まだ突破できていない南の城壁の攻略に向かいましょう。今だ。撃ち取ったぜ。撃ち取ったの。そう、打ち取った。これは随行武将と力を合わせて繰り出す必殺技、敵無双乱舞です。随行武将はとても強く頼もしい存在です。どうするよ。らえ、これだ。そう、打ち取った。敵将、撃ち取る。さて、改めて南の城門へ向かいましょう。さあ、ここで一旦止まるぜ。南側でも城壁を越えて侵入していた味方が城門の攻略にかかっていますね。それに城門の外でもまさに城門を破ろうとしているところのようです。
登場兵器の勝者により南の城門も開きました。城門を突破したような。せっかく駆けつけましたが、今回は手助けする必要はなかったようですね。打ち果たせ。いざ行かん。さて、味方が城内へ流れ込んできました。それぞれ進み先は異なるようですが、誰と共に進むのが良いか。今回は西に進む劉備と緑たちと共に攻め入ってみましょう。味方と共に進軍して戦うことで自分自身も有利に扱えますし、味方もスムーズに進軍できるようになります。敵将撃ち取った。味方の武将が近くにいると頼もしいですね。先に見えるのは護砲という兵器ですね。攻撃を受けると大きなダメージを負うので、味方に指示して破壊したり、先方火や戦車で破壊したり、これで安心してこの周辺で戦えます。あとは近くにいる敵の猛将を倒せば、この戦線も攻略できそうですね。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。ここで止まる。敵がどう出るか見てやる。ここで止まる。さて、孫策、呂布、曹操が突撃の準備を終えたようです。それでは近くにいる呂布と共に突撃したいと思います。3カ所同時に炎術の大軍団へ突撃を行います。突撃でこちらの戦意も高いですが、炎術の大軍団も守りが固く復興状態です。まずは2つの敵からしっかり倒していきましょう。相手をしてやろう。いざ行くぞ。ケルが良い。栄光ある我が勇士たち、神と共に生き、神と共に戦え。連日が大戦功、海底の鼓舞を発動しました。これは敵の兵士たちの戦意が上昇して武将の体力も回復するものですが、連日の体力を1分以内に 15% 削れば阻止できます。ということで、炎術を攻撃しに向かいましょう。直接叩ければいいんだがな。やる気満々の兵士たちの攻撃をかいくぐって炎術を攻略するのはなかなかに大変です。まだ炎術は遠いですね。先方猛撃陣形で炎術に一斉に攻撃を仕掛けてもらいましょう。さて、それでもまだ現実に刃が届かないので、ここは随行武将の力を借りましょう。交代ゲージが満タンなので、随行武将に交代することができます。随行武将の郊外に交代しました。随行武将は一騎当選の武将で、ほぼ無敵の存在です。今のうちに現実に集中して攻撃しましょう。こんなところで負けられねえんだ。あなたのおかげで助かった。残り時間があと少しですね。おっと、今の攻撃で炎術の体力を 15% 減らすことができました。敵の大戦法を阻止できましたね。炎術を攻撃するのもいいのですが、
エンジスは一旦退却してしまうようなので苦戦している他の味方の火星に向かいましょう。これが随行武将の圧倒的な必殺技、絶武装ラングです。一気に千人斬りを達成しました。エンジスの大軍団を瓦解させることもできました。連日は玉璽を持っていることもあってかしぶとい。大軍団を再度形成ってそんなバカな。というところでまだ戦いは続きますが、新三国無双オリジンズのバトルタクティカルアクションの紹介はここまでになります。続きはぜひ製品版でお楽しみください。牙を抜くならば生かしておかんぜ。